の吉川里奈に意気込みを語っていただきたいと思います。御前の中越大駅周辺のご通行中の皆様、こんばんは。こんばんは。ドライバーの皆さんもこんばんは。吉川里奈と申します。こんばんは。大変お騒がせしております。あ、気をつけて帰ってね。ありがとう、ありがとう。気をつけて。私、参政党公認候補、吉川里奈、吉川里奈です。皆さん、4月28日衆議院補欠選挙戦いが始まりました。大変お騒がせしてしまい本当に申し訳ございませんが、私吉川里奈も主婦の一人、三児の母の一人、看護師、保健師の資格を持つ一人としてこの戦いに挑戦することになりました。お金持ちであるとか、地盤や看板、カバンという看板と言われる選挙のツールを持っていない人しか名乗りを上げることができない、また勝つことができない、そんな暗黙のルールがあるのでしょうか。私吉川里奈はそういった古い考え方を変えていきたい。この江東区、古くから町の町並みが続くこの本店那覇町、お寺も神社もたくさんあって素晴らしい町並みです。ですが、そういった古くからある日本人が大切にしてきた、この江東区の皆さんが大切にしてきた町並み、私たちが守らなきゃいけないもの、なんだか最近の若者の皆さん、そして子育て中のお父さんお母さんも忘れてしまっていませんか。私吉川里奈はこの参政党という政党に参加するまで、右だとか左だとかリベラルだとか保守だとか、そういった思想さえも考えたことなかった人間です。それは親に政治家がいない、あるいは親ももう政治から離れてしまっている、そういった世代の一人だから。だけどももう今ですね、保守とかリベラルとかそういったことにこだわるよりも、今日本がどれくらい課題後進国になってしまっているか、そういうことにこの選挙を通じて皆さんに考えるきっかけになりたいと、私はこの戦いの中で皆さんにお伝えしたいと思っています。どれぐらいの皆さんが今日本が課題が山積みであるということを当事者意識を持って考えていらっしゃいますか。私たちの経済は30年間低迷し、お給料はもうずっと右肩下がりです。 GDP はドイツにも抜かれて、中国の背中はもうどんどん空の形に見えなくなりました。かつてはジャパンがナンバーワンと言われていた日本は、バブルが崩壊後経済はずっと低迷しています。ですが、そういった低迷の状況の中に自分たちが生きているということも、私自身恥ずかしながら政治に参加するまで知りませんでした。日本が不況だから、世界は不況の状態だから、仕方がない仕方がないと、政治なんかで自分たちの暮らしが変わるなんて思ってもいなかった。だけど参政党に参加して私が気づいたことは、自分が子育てをしながら、看護師の一人として食や医療のこと考えてました。青天井の保険診療の医療費、なんだか本当にそれって国民のために使われているのかなと。私たち参政党の地方議員はそれたくさんの都道府県の議会で訴えているんです。私たち国会議員まだ一人しかいないけど、地方議員は138名になりました。地方議会でメディアが伝えない真実の情報を皆さんでみんなで考えませんかと、各都道府県に訴えているんです。こんな国政政党、参政党以外でありますか。おかしいんですよ、10個も国政政党あるのに、国がやれやれって言って言って言ってきたのに、みんな健康になりましたか。ずっと変わってないからですよね。だけどそれいつ変わるんですか。誰かやってくれますか。それなのにまだ皆さんは選挙に行かないですか。まだ習慣だからといって一番大きな組織である政党に皆さんの意思を託しますか。私吉川里奈はそういったちゃんと考えない、大きな組織だからいいだろうとか、選ぶ政党なんかもうないんだからと選挙を放棄してしまったり、あるいは政治にもう無関心で考えない、政治に期待してないから自分の仕事が忙しい、自分の予定を優先する、そういった考え方で走ってしまう。その結果、今だけ金だけ自分だけの
政治家たちが国会の中で私たちの大切な納める税金の使い道を決めてしまい、そして自分たちの私利私欲や自分たちのバックにある企業のために忖度した政治を行っているのではありませんか。それを止めるのは誰なのか。江東区の皆さんなんですよ。江東区の皆さんがこの選挙という機会をきっかけにもう一度政治の方向を向いてほしいんですよ。今回の選挙、もう前代未聞じゃないのかというぐらいカオスな状況です。選択肢めちゃくちゃありますよ。選び放題です。その中に私、吉川里奈も入っているんですけれども、私は9人の中で一番政治の素人かもしれない。皆さんと同じぐらいの知識量しかもしかしたらないかもしれない。だけど参政党は違うんですよ。一般の国民が政治に参加して、みんなで学んで、みんなで考えて、みんなで行動しませんかと。みんなが行動しなかった結果、こんな日本になっちゃったんだから、みんなで国を動かしましょうよと。国会に新しい風を吹かせましょうよと。私一人の力では、国を変える力はないかもしれない。だけども、政治に無関心になってしまった皆さん、政治を諦めてしまった皆さんの心には、私の声が届くかもしれない。そうやって皆さんの意識改革を行っていきたいんですよ。みんなで当事者意識を持って、お一人お一人がこの江東区を支える一人であると、そしてお一人お一人が日本人としての当事者意識を持って政治に参加するということ、国民目線の政治を私吉川里奈はこの江東区から行ってまいります。賛成と男子の母3度目の正直にこの江東区変えていきます。お金じゃない、国民が作る新しい政治をこの江東区から日本を皆さんで変えていきましょうよ。私たちには大きなバックはいません。私たちを応援してくれるような立派な政治家の方はいません。名前が有名な方は私たちのバックにはいません。ですがその名前の有名な人たち、どれぐらい私たち国民のための政治してくれたんですか。彼らの皆さんの優秀な能力を持っている政治家さんたち、私たちの暮らし何か変えてくれましたか。皆さん今お財布の中潤ってますか。皆さん健康で毎日ハッピーな暮らしされてますか。しかし働いたら負けだというような時代になってしまった、それを作ったのは誰なのか。今国会にいる政治家さんじゃないんですか。私はそんな人たちからの応援なんていりません。私のバックには国民の皆さんがいます。政治に無関心で諦めてしまった国民の皆さんがいます。その皆さんがもう一度この選挙を通じて日本というものをちゃんと見て、政治を自分事として捉えて、みんなで投票に行くんですよ。みんながおかしいと思ってるからその声をちゃんと投票箱に入れるんですよ。みんなで一緒に地域を作り、日本を作る、そのための希望の道を作るのが政治なんですよ。誰かを批判しても変わらないし、誰かを馬鹿にしたり罵ったり、政治をうるさいものだと思ってしまっても、諦めてしまっても、私たちの暮らしは待ってても変わりません。自分たちのことは自分たちである、日本のことは日本人がやるんだと、一人一人が日本人としての当事者意識を持って我が国日本の政治変えていきませんか。皆さんが気づけば日本は必ず変わります。思考が変われば行動が変わる、行動が変われば人生が変わります。皆さんの人生を、皆さんの政治を、皆さんの暮らしを、私吉川里奈は変えていきたい。世襲じゃない、お金じゃない、国民が作る新しい政治をこの江東区から吉川里奈と共に皆さん一緒にやっていきましょう。ありがとうございます。皆さん必ず4月28日選挙に行ってください。みんなで一緒に考えて行動していきましょう。本日は大変大きな声でお騒がせして申し訳ございませんでした。賛成党吉川里奈、吉川里奈、吉川里奈をどうぞ皆様の新しい選択肢にお見せください。ありがとうございました。